お母ちゃん、はい。そしたら今から手作りうちわ作っていくね。はい。このうちわにね、片面に、ごにゃんずを貼り付けて、でもう片面にみかんちゃんとか、はい、チロちゃんとかゆずちゃんを貼り付けていこうかね。はい。じゃあやっていくか。はい。はい、大変って。なんかじゃロボットみたい。大丈夫？いいか？大丈夫。大丈夫。はい、行くよ。はい。あ、音だ。騒ぎよる。一人が騒ぎよる。みかん。みんな寝よるの。みんな寝よるの。こんな感じ。こんな感じで。こんな感じでみかんが遊んでます。みかん。今うちは作りよるよ。上上がるね。みかん。みかん、またいたずらするんか？ちょっとみかんちゃん撮影。みかん、ちょっといいことって。今うちは作りよるけん。あ？ああ、関係ないね。みかんは。あら、また落ちた。上手に引っ掛けて落とせろ。あ、くわえた。くわえた？くわえた。くわえてないでしょ、みかん。うん？さあ、やろうよ、母ちゃん。いけない。そんじゃ、お母ちゃん。はい。うちの形ができたから、今から、はい、ハサミで切っていこうか。うん。はい。切ろうか。うん。じゃあね。じゃあお母ちゃん、はい、切ってく？はい。頼むよ。さあ、ごにゃんずやっとできたね、お母ちゃん。できたね。うん。だったら次、みかんちゃん行くよ。はい。はい、頑張っていこうね。
はい。はい、こんな感じで、はい、あ、みかんちゃんできました。はい、次はゆずちゃんです。ゆずちゃんを切っていきます。さあ、チロちゃんです。お母ちゃん大好きチロちゃんだよね。お母ちゃん、はい、いきます。さあ、そしたらごにゃんずから貼り合わせていきます。まずこう合わせてと、こんな感じかな。ごにゃんずの後ろに、みかんちゃんを貼っていきます。はい、できました。こんな感じでできました。片面はごにゃんず、そして片面はみかんちゃん、こんな感じで、できました。チロちゃん、そしてゆずちゃん、はい、こんな感じでできました。